こっちでできた友達と踊ったり歌ったりしながら、その友達と一緒にビリヤードやったりとかね、すごい楽しかったよ。あ、てか、まあそういうところ、そこを動画にしたいな、できないかな。さすがにクラブに GoPro 持ってワイワイはちょっとなんかできないよね。あら、しゅうかぜでーす。はい、先生、今緊急動画回してるんですけど、こっちで出会ったね、みんなが。俺、明日チェックアウトなんだけど、一緒に楽しもうぜ、カメラ持ってこいよって言うから、カメラ持ってきました。こっちで出会った人たちです。 Hello guys。 Hello Let's go, come on。 Sean the proPlease film us when we fight the guy that fight George. Oh my god, let me see, let me see. If you see him, please film it when we fight the guy. 顔殴られたらしい、X まで。わー。お酒でヤバすぎて喧嘩になったらしいです。じゃあ今からシェムリアップのめちゃくちゃクレイジーな大人気クラブの一つ、X バーに行きます。後ろに立ちすくむのは、日本で流行っている立ちんぼの人です。ああ、広告つかなくなる、やめよう。 Hello, T? Hi. You gonna dance? Or you gonna sing? Or you gonna poo? Play poo? Poo. I'm gonna bet $500. What you gonna do? Everything. Everything? Poo. That is true. X バーっていうのはシムリアップの超有名なパブストリートっていうところの近くにある有名なバーです。多分ね、行ったことある人いるんじゃんかな。シムリアップ行った人なら、パブストリートのセブン側の方なんよね。クレイジーが近寄ってきております。どうぞどうぞ。昨日の方が盛り上がってたわ。今日全然人いない。モンスター入場料とかは0円、ドリンク買うだけ。昨日はね、やばかったんだ。今日、全然おらん。昨日はね、ここにね、マジ40人、50人ぐらいいて、もうやばかった。これ、タイとかで有名な B5 みたいなドリンク。燃えてるんだよ、これ。オーケー。Make it, make it, see?Do you think he will make it? No? Okay. Hey, it's in 4-10. I made it. I hit 6 good shots in the board in something. Wow! This game. I'm gonna lose a lot of money if this goes in. Oh, it's so good.女の子にバリハンデもらっとる。Thank you.
すぎたから場所変えるわ。真っ暗やけど今パブストリートに来ております。こんなにやってないんだ夜中って。パブストリートで一番人気な場所、テンプルスカイラウンジ。ここに人がいなかったら終わりです。パブストリート1つ目に行ったそこの DJ さんが今いるんだけど、だからお客さんの女性の方でなんかすごいことが起きちゃって今トラブって帰るらしい。でも DJ ってさめっちゃギャップなんだけどさ、 DJ さんこの人ねめっちゃギャップなのがさ、 Today 乗ってるんだけど今みんなで慰めてんのめっちゃ動くよほら。What happened to him? Someone just told him, like, you know, scare him. That's bad. Just one people make him upset. Wow, that's why he quit today. That's bad. Even me, everything, like, a lot of shit. Yeah, I know. Enjoy your meal, bro. Why are you talking to me like that? Talking shit to me like that? You are talking shit to me like that? Yeah! I don't really. What's that? Pork? Oh! Vietnam. Take a bite. Woo! Mwah! 最高ですね。食べろ食べろって。Spanish?I want to learn Japanese or Mandarin. One of the two. I can be your teacher. You learn Mandarin too, or no, just Japanese? Just Japanese. In English? In English, yeah. Two is hard enough. Yeah. But from me, 감사합니다.
Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Maybe Cambodian. If I get a wife. Oh. Just fine here. How about her? Maybe her. Maybe her. Come on, man. やっぱ英語は喋れるようになった人とねよく話すね。どうやって喋るようになったのって、みんな喋って喋って喋りまくってるよ。やっぱそういうことなんだと思う。お疲れ様です。帰ってきました。もう4時ですね。はい、まあ明日マジで遅くてよかった。今日の動画はですね、マジ緊急で撮ったからどんな感じになってるかわかんないっていうのと、わかんないんだけど、こういうね、なんでもないこの時間っていうのがすごい楽しくて、こういうのをね伝えたいんですよ。自分動画外とか結構こういう風に、まあ毎回クラブとかじゃないけど、普通にホテルの中でみんなで話したりだとか、飯食いに行ったりだとか、まあ今回で言うならクラブバー行ったりだとか、昨日はねもうもっとホテルみんなで行こうぜってなってもっとすごいことになったんやけど、まあ、今日はね、まあ、控えめでしたけど、こういう風にね毎日ね海外いる時こうやって過ごしてます。もう本当に楽しいよね。逆にこういう思い出の方が観光名所とか行った時よりも俺は結構深くね心に残るっていうか、海外の思い出の一つになるんで、海外って言ったらまあ観光名所とか観光名所観光名所っていうのがね定番になってくると思うけど、まあ観光名所行ってみて、その帰りにその日の夜はみんなで遊びに行くとか、もうねどんどんやったり、こうやってねホステルとか泊まると、こういう風にね今回俺が明日ここを離れるからって言って、遊び行こうよ、カメラ持ってこいよって、ね、言ってくれて、今日もシェムリアップ最終日をね楽しむことができました。本当に出会いに感謝ですね。楽しいですということでですね、ぜひ皆さんも、まあ、カズライフの動画見て海外行きたくなったなみたいな人がいるなら、ぜひ、そのまま航空券取ってみて自分の気になる国行ってみてくださいということでですね、さっきも言った通り明日一応別の場所に行こうと思っております。まあそれはついてから次の動画のお楽しみということで、したいんですけども、まあ今時刻がね4時なんよね。で今から寝るやん、で起きるやん、明日そこへ向かうバスを予約するんですけども、今時刻ね4時なんですけども、早く帰らないといけないんですよね。はい、はい、そうなんですよ。ですからですね、今すぐ帰りたいんですけど、最後ねここでタバコを1本吸ってから部屋戻ろうかなと思ってたんですけど、今後ろを通過した、まあ、元男性のフリーランスの方がですね、さっきからすごい目線が、飛んできてるエンディングになっておりますということで、帰りましょう。さあ島に行きますか。これすごいで、多分なんか、めっちゃ大変なことが起きて、すっげえことが起きたかもしれん。どうする？ちょっとどうするか分かんないから大事件が起きました。